みんなで一緒にモンハンライフのアートと言います。こんばんは。今回は多くのサイトに記載されている切れ味紫の補正は本当に 1.39 倍なのか、また属性の補正はいくつなのか、検証の動画としての結果がなかったのでこちらで確認を行ってみました。また補正の結果をもとに剣士11種の生産して損はないおすすめの武器一覧も紹介を行います。今回検証に使うのはこちらの武器です。表示の攻撃力が1344、切れ味は匠で調整を行っています。属性に関しては数値が小さくなりがちですので強化を行い750としています。こちらを解放状態と解放しない状態、物理と属性の方を確認していきます。まずは事前に集めた情報です。上側が物理属性、下側が属性のみとなっています。まずは一番大切な黄色の切れ味、補正が1の値を確認します。この時切り方補正で切れ味が黄色以下の場合、体験では 0.6 倍の補正がかかります。例えば本来100のダメージを与えるところを60に補正されます。あとは中腹補正という細かい補正がありますが、これは省いて与えたダメージ、表示されたダメージの一番低いものを選んで計算を行っていきます。それでは実際に柱を殴っていきますが、ただただ柱を殴るだけの動画になってしまいますので、一定の場所だけ確認し、あとは早送りにします。まずは切れ味が黄色の際の縦切りのダメージ、表示は65です。ここに補正がかかりますので、実際に与えるダメージは108となります。これが基準となります。あとはひたすら柱を攻撃し、各切れ味のダメージを確認していきます。その後属性ありのダメージも全て確認を行っていきます。与えたダメージを集計した結果がこちらとなります。検証の結果、モンスターハンターワールドとアイスボーンで切れ味の補正は変更がなく、紫に関しては情報通りという結果になりました。それでは剣士の方が気になる切れ味が白から紫、上がった際の段階の上昇率を確認します。物理属性は白から紫に上げることにより 1.05 倍の修正を受けます。つまり 5% の上昇です。属性に関しては約 7% となります。上昇率としてはそこまで高くなく、匠5で紫にするといったことは多少重いかもしれません。もちろん達人系統で紫を維持できるのであれば、切れ味を紫にするのは有効です。それでは切れ味を考慮した各剣士のおすすめの武器を紹介していきます。紹介する武器の注意事項があります。まずは独断と偏見で選んでいること、カスタム強化に関しては考慮していません。またスロットの数に関しては考慮を行っています。まずは体剣、太刀、片手剣、双剣になります。表の見方ですが、左から武器の名称、表示の攻撃力、通常の切れ味、会心率、各属性、最大の切れ味を前提とした物理と属性の期待値です。次に匠で紫が発生するまでにプラスいくつが必要なのか、空いているスロット、また尾行になります。続いてハンマー、狩猟笛、ランス、ガンランスのおすすめ武器です。ガンランスに関しては砲撃のタイプにより性能が異なりますので、各砲撃タイプで紹介をしています。続いてスラッシュアックス、チャージアックス、総中棍のおすすめ武器です。ほとんどの武器に共通していますが、リオレイヤの希少種、ディノバルドの亜種、アン・イシュワルダ、ことごとくを滅ぼすネルギガンテ、これらの武器は強いと言えます。ぜひ参考に作ってみてください。はい、以上になります。
ご視聴ありがとうございました。もし参考になりましたら、評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。